皆さん、こんにちは、マーキーです。今回はいよいよ始まりました、ベータ版 MW3 のパフォーマンスと申請が上がる設定方法を紹介していきます。あらかじめお断りしておきますが、こちらはベータ版での暫定設定となります。製品版と最適設定が異なる場合がありますのでご了承ください。早速本編の方やっていきたいと思うんですが、このチャンネルでは COD 実況プレイのほか PC ゲーマーに役立つ情報を紹介しています。私、マーキーを応援してくださる方は、高評価、コメント、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それでは設定の方をやっていきましょう。設定を開いていただきまして、グラフィックを選んでください。まずはディスプレイからやっていきます。表示モード、こちらは今、収録の関係上全画面ボーダーレスにしているんですけども、全画面の方がパフォーマンスが上がりますので、特に問題がなければ全画面に設定しておいてください。次にリフレッシュレートとディスプレイ解像度ですが、選べる最大のものを選んでおいてください。ディスプレイ解像度につきましては、過去の COD でディスプレイ解像度を最大の解像度よりも下げてしまうと、逆にパフォーマンスが悪くなることがありますので、解像度を下げたい場合は、レンダリング解像度を下げることをお勧めします。次に VSync ですね。こちらオフにしておいてください。こちら画面の遅延につながるので必ずオフにしておいてください。で、ずっと下に行っていただきまして、NVIDIA Reflex 低遅延、こちらはオンにしておいてください。こちらは画面の遅延を減らす効果がありますので、オンにしておくことをお勧めします。オンブーストっていうのもあるんですけども、最近はあんまりブーストの恩恵を受けてないなと思いますので、オンぐらいでいいんじゃないかなと思っております。では次に品質のタブに行きます。グローバルクオリティ。こちらのレンダリング解像度は 100% を選択しておいてください。レンダリング解像度を変更することで画質を下げることも可能なのですが、基本的には画質は次のアップスケーリングシャープニングで設定することをお勧めします。ダイナミック解像度こちらはオフにします。次にアップスケーリングとシャープニングですが、いくつか選択肢を考えてきますので、お好みのものを選んでください。一番申請が良くなりますのは、こちらの、フィデリティ FXCAS ですね。オブジェクターがはっきり見えるので、遠くの敵の申請もバッチリです。その反面、パフォーマンスが少し落ちるので、注意してください。おすすめの CS の強度は0ですね。次に NVIDIA DLSS。今までの DLSS は非常に画質が悪くなるのでお勧めしてなかったんですけども、今作は非常に見やすくなっております。プリセットはパフォーマンスからクオリティの間がおすすめとなっております。次におすすめなのがオフです。ここをオフにする場合は、この次にありますアンチエリアスの、このアンチエリアスの品質を4以上にすることをおすすめしております。で、最後に AMD FSR1.0。画質はね、あんまり綺麗じゃないんですけども、まあ、邪気感が増えますので、まあ、昔から PC で FPS をやってきてる人からすれば、まあ、馴染みやすいかなと思います。こちらの設定は一番画面の遅延を減らす設定ですので、まあ、少しでも有利になりたい人にはおすすめです。おすすめのプリセットは、バランス重視からウルトラ品質の間がおすすめです。次にアンチエレスが、こちらは SMAT2X、フィルミック SMAT2X、どちらでも大丈夫です。まあ、フィルミックの方が若干パフォーマンスが下がるので、少しでも上げたい人は、ただの SMAT2X がいいかなと思います。アンチエリアスは低にしておきます。もしアップスケーリングシャープニングでこちらオフを選択した場合ですね、アンチエリアスの品質を高以上にしておくことをお勧めします。次に VRAM スケール目標、こちらは50にします。前作 MW2 ではこの設定の方がパフォーマンスが上がったので50にします。可変レートシェーディングもオフにしておきます。次に細部とテクスチャー、テクスチャー解像度、こちらは低にします。これ超低もあるんですけども、そこまでパフォーマンスは変わらないので低で良いかなと思います。テクスチャーフィルターの違法性は4にします。4にすることで遠くの床などのボケ具合が減ります。ここもあんまり FPS に関係ないので、ここは4にしておくとお勧めします。社会深度はオフにします。ADSG の武器がぼやけるのを防ぎパフォーマンスを上げてくれます。調査品質のレベルはこちら低にします。パーティクル解像度はこちらは超低にします。こちら爆発物とか火花とかのエフェクトをどうするかっていう設定なんですけども、こちら確かに4とかにした方が、戦闘時申請が良くなるんですけども、でもその爆発物とか火花とか飛んでるところで戦うっていう状況があんまり想定できないので、じゃあ、パフォーマンスも結構下げてしまいますので、まあ、どちらかといったら FPS 上げた方がいいだろうな、ということで、頂点にしております。もしね、爆発物といっぱい隣り合わせで戦うという人がいたら、ノーマルとかこうにするといいかなと思います。着弾の弾の後は、
好みで設定しておいてください。永続的効果をオフにします。こちら爆発などの心的効果を減らすので、戦闘時の心性が改善されることが期待されます。シェーダー品質は定義します。こちらはね、ライティング処理に関わるんですけども、まあ、心性にあまり関わってこないので、まあ、パフォーマンスを優先するために定義します。オンデマンドテクスチャストリーミングはオフにします。で、ローカルのテクスチャストリーミングもこちらも定義します。次に影と照明です。影の解像度、こちらは超低が定義します。影がはっきり見えるかどうかの設定なんですが、まあ、はっきり見えなくても、作的には問題がないので、超低が定義します。スクリーンスペースシャドウは低、アンビエントオクルージョンはオフ、スクリーンスペースリフレクションはオフ、スタティックリフレクション品質も低にします。次に周辺環境、モザイク、ここ翻訳ミスだと思うんですけども、テセレーションのことです。こちらはオフにします。地形メモリ、こちらですが、もし PC に搭載されている GPU のメモリが 8GB 以上ならば、ここは最大にしておくことが最もレンダリングパフォーマンスが上がります。そうでない場合は最小にすることをお勧めしております。体積品質、こちらは低にします。こちらは雲とか霧の品質を繊細にする設定なんですけども、まあ、煙などの表現にも影響が出てきます。できれば高にした方が申請はね、上がるんですけども、高にすると FPS が結構下がるので、まあ、低にしておいた方がパフォーマンスとしてはいいのかなと思います。リファードフィジックス品質、天候グリッドボリュームはオフにします。水の品質は FPS に影響しませんので、お好みのものを選んでおけばいいかなと思います。次に表示タブに移動します。まあ、視野角などは、自分でお好みで選択しておいてください。で、武器の視野角なんですけども、ワイドを選んでおいてください。これワイドにすることによって武器が小さく見えるので、まあ、戦闘時、あまり武器が邪魔にならないかなと思います。カメラの方に進んでいきいただきまして、ワールドモーションブラー、ウェポンモーションブラー、こちらね、オフにします。こちらは無駄にね、パフォーマンスを下げてしまう設定なので、感想をオフにしておいてください。で、フィルム粒子は0。一人称視点カメラ移動は最低の 50% にしておきます。こうすることで画面揺れが少なくなりますので、索敵をしながら移動するのに役立ちます。そうしましたら次、インターフェースの方に移動していただきまして、色のカスタマイズ、こちらを押します。そうするとこんな感じの画面に映るんですけれども、HUD カラーフィルター、こちらはね、私のおすすめなんですけれども、個人的なおすすめなんですけども、2型をおすすめしております。こちらですね、敵の色が黄色くなりますので、まあ、デフォルトの赤よりも見やすくなり、申請が上がります。で、下の方に行っていただきまして、こちらカラーフィルターっていうのをカラーフィルター2にします。で、カラーフィルター指定を両方にしまして、ワールドの色彩強度、こちらを100にします。まあ、仕様には割とのっぺらい画質のゲームなんですけども、この設定をすることで、彩度が上がり、色鮮やかになります。暖色系の色が少し強くなるということですね。まあ、赤い色が増えることで、まあ、視覚的に目に入ってきやすくなりますので、プレイパフォーマンスを上げることが期待されます。最後に HUD 設定を押しまして、こちらの HUD の位置を最小にして敵を押します。こうすることでミニマップなどが画面の中央に寄りますので、目を動かす運動量が減りますので、こちらもプレイパフォーマンス向上につながるかなと思いますので、ぜひ最小にしておいてください。設定は以上になります。これでね、パフォーマンスと申請ともに最高な MW3 ベータ版になると思いますので、ぜひこちらの設定で楽しんでいってください。またこの設定はこうした方がいいのではっていうものがありましたら、ぜひコメントにてお寄せください。最後に役に立ったよって方は、高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。以上、マーキーでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。